みーみーチャンネル始まるよ。おはよう。寒い。寒いね。今日は横浜もマイナスだってさ。やば。今日ね、すごいよ朝ごはん。じゃ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 ん。ドラゴンフルーツ？そう。食べたことある？透明じゃないの？なんか白いドラゴンフルーツもあるよね。うん。赤なのよ。すごい。甘くないキウイみたいな味。今日は焼きたてパンです。ねえ、内側の方食べてもいい？いいよ、私外側がいい。ママこの耳が好き。耳内側が好き。レーズンパンです。もっとシャッシャッシャッシャって切って、こうやってシャッ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 って。そう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 。眠い。まだアボカドあるけど、いりますか？いきます。丸々1個ですね。そう。あ、パンに乗っけるんじゃないのね。うん。いただきます。はい、召し上がれ。ミーミはどんな順番で朝ごはんを食べるのでしょうか。水。まずは水を飲むようです。はーって言います。大人がビールを飲むときみたいです。次は味噌汁。今日は豆腐がたっぷり入った味噌汁でございます。箸で豆腐を刺すとはちょっとお行儀が悪いですね。よく噛んで食べてくださいね。今日のミーミのピンはラブトキで買った。ジェニーの。あ、ジェニー。どっちがラブトキ？どっち？ラブトキ。ラブトキで買ったピンです。豆腐好き？ドラゴンフルーツはいつ食べるのでしょうか。一口目。さあ、どんなお味か感想を言ってもらいましょう。歯磨き粉の味。そんな味しなかったけどな。キウイの糖分抜けた、うん、あ、そうそうそう。これはなんとこんなに真っ赤っかで美味しそうに見えて、なんか甘そうなのに全然甘くないですね。ビワトマト、トマトが美味しくて至福の顔が飛び出しました。至福の顔？至福の顔って知らない？幸せそう。至福の顔？違う、至福ってこういう字、感じ。史上一番福な顔みたいな。史上一番福な顔、こんなんじゃない。最高に幸せな時にしか出ないね。全粒粉全粒パン、あ、ちょっと、全粒粉レーズンパン、いかがでしょうか。美味しい。耳は美味しい時、親指を立てます。そしてアボカドを乗せるわけではなく、そのまま頬張る。わっ、おお。今度はパンにアボカド乗せるんですね。それをどうやって食べるんでしょうか。なんか汚い。それをどうやって食べるのか見ものです。皆さんはパンをどのように食べてますか。もうミーミはね、ほとんどアボカドパンですね。これを何年も飽きずに食べています。アボカドは神料理。アボカドスコメキシコ、アボカドスコメキシコ。アボカドスコって言っちゃうんだよ。アボカドスコメキシコ。おはよう。ジェシちゃんが起きてきました。あ、至福の顔が出ました。違う、それ違うよ。それあれだよ、鱗滝さんだよ。鋼塚さんね、これは。あ、鋼塚さんか。鋼じゃない。え、鋼塚さん。鋼塚さん多分ね。あー、どうやって食べるのか。わあ、落ちた。アボカド落ちた。わあ、大きいお口開けたけど、アボカド落ちました。こんな風に耳は毎朝頬張ってます、いろんなものを。あー、落ちる。うまい。やー、耳が音で見に来ました。ママはジェシカのお弁当のチャーハン作ります。いやー、耳も食べたい。食べる？間に合わないかもね。ママがチャーハンを作ってる間に食べましたね。あとはポテサラが残ってます。これ作り変えたん？うん、昨日の煮物をポテサラに。お、めっちゃ美味しい。待って。眠いです。昨日はあんまりゲームしなかったからじゃない？お絵かきしてたもんね、日記書いたりね。わっ、ジェシちゃんは素敵、アボカドをディップにしましたね。そしてここにブラックペッパーなどをかけているようです。で、こちらを見るとミーミが食べ終わりましたね、すべてね。これチャーハン。チャーハン食べるの？やめなよ、お腹いっぱい。本当に？
ちょっとね、ここの味噌汁の中にね。そんなでいいんじゃないの？朝から食べ過ぎじゃない？大丈夫、今日体育ないから。体育ない日はいいの？なんか今日から6時間。あ、今日から6時間。おー、6時間の日は嫌なんですか？それとも勉強がたっぷりできて嬉しいんでしょうか？嫌だ。嫌だ。何時間目の日が嬉しい？4。4時間。給食なしで帰ってくるやつ。そういえば今日から給食か。今朝から喋りすぎ。あ、すいません。Yes, I do. Yes, I do. 気分よく歌いながら、ミミがこれから何をするかと言いますと、腕をまくってですね、箸でぐるぐるします。最近はね、このヘチマのスポンジを使っております。こうやって汚れを軽く落としたら、ちょっと端っこの方にお皿を置いておいて、それを後でママがまとめて食洗機に入れたりします。水の節約です。そう、エコになってきましたね。はい、つまみ具合やめてください。そして食べ終わると歯磨きをしに行くミミである。はい、ママはジェスチャーのお弁当作りました。ミミの様子はどうでしょうか？あれ、何してるんですか？TikTokだ。え、今時間かな。分かった分かった分かった。撮るで、撮らないで。ちょっと一瞬撮るだけ。やだやだやだ。はい、朝から TikTok を撮るミミに密着。歯白、歯が白く映ってるようです。でも TikTok 出したらみんな全国の人が見るのにママに見られるのが恥ずかしいっていうのはどういう心境なんですか？ねえ、っていうか時間、朝から忙しいですね。じゃあ今日のミミのファッションチェックします。まず足元はマーベルのスリッパ。そしてジェニーのスパッツ。ピエン超えてパオン。パオン、はい。そしてジェスちゃんからもらった服に毛玉がやべえよ、えおい。モコモコのモコモコのちょっとサイズが大きさ大きめの。じゃあ行ってください、もう時間なんで。やばい、どうしよう。わー、そしてママが買ってきた手袋。あ、部屋の電気消してないじゃん。低速力。マミーマミーよ、どうされました？ちょっとあの YouTube でも毎回言ってるけど、うん、違う視聴者さんから同じものをもらいました。あ、そうだよね。そう、これマジで偶然だよね。うん、偶然、すごい。でもね、気に入って両方使ってます。マミーっていうのいいじゃない。今度からマミーって呼んでよ。待って、ティッシュが必要。ティッシュはね、この玄関の中に入ってます。いいよ。待って、寒い。足元寒いね。はい、いってらっしゃい。Baby!